こんちゃーす。中までたっぷりちはやです。すんげーコース見つけたんで、ちょっと見ていきましょう。ちょっとミスりました。行くよ。これすごくね？これすごくね？これやばいよね。まず土管入ってないのに土管に入ってる。っていう、この現象。多分その後、こう、どんどんこう続いていって、マグマの中入って、そのまま土管とかなってるんでしょうけど、これすごくね？これ、マリオメーカー史上俺最もすごい現象だと思うわ。土管に入ってないのに入ってる現象っていうのは、すごいかなと、思います。終わったらすぐにスタートからやり直してみて。終わっ、始まったら。そういうことか。クッパジュニアが死んだ時の声が2回聞けるってことですね。なるほどね。なるほど。そういうことですか。マリオ学校入学試験。マリオはない。SCH、スクールか。スクール、エグザミネーション。速攻不合格になりました。まずは接近して、ファイアーとボムヘイちゃん。これはあれですね。ボムヘイちゃんをこんな感じで上に上げていって壊せってことですね。さあ、ステージ3。これは踏んで P をゲットして、右に進みましょうってことですね。わーこれはツタアクションか。オッケー。わーこれは踏みアクション。届かない。あ、大丈夫か。第6は、まあ、普通に進んでくれアクション。オッケー。ステージ7。今度は音符アクションですね。オッケー。ステージ8。これは、右飛び、ですね。確かに。これ乗ってると難しいよね。メット、カブリーノ？ステージ何位は？落下試験。落下試験とか。そんな試験絶対やだな。さあ、ステージ10。これは、クッパたちから耐えきれってことですかね。勝ちゲー。負ける気がしねえ、これ。これ完全にデッキレースですね。はい、お疲れ様でした。パース、クリアしました。いや、合格しました。やったー。マリオ試験合格。これぞ神と言われたい全自動マリオ。おー。思った以上に衝撃があったな。これ、人によるよね。こういうのを神っていう人もいるし、うさささんみたいな全自動作る人神っていう人もいるし、これ、どっちだろうな。いや、俺は好きだよ。どういうことっすか？蹴ると崩れていくお城。蹴ると。あ、うん。おぉ、ほんとだ！これはあれか、降ってくるのか、こうやって。なるほどね。壁キックすることで、上で何かが起きるんですね。化学作用みたいなやつが。なんで降ってきてんだろう。どうやって反応？ P とかじゃないしね。右に行くことで何かが動いてるんだろうな、きっとな。これセーブしてみたら面白そうですよ。気になる方は見てみてください。お、ここで T ヨシザウルスムンチャクッパス。せっかくなんで緑の悪魔もいただいておきましょうか。ここで死んだ。よいしょ。あー、 T ヨシがせっかく仲間になれたのに。また中間ですね。おっと。
今度は殺しにかかってきたか。お、ティーオスゲット。そっか、ブロックの中だから食べれねえんだ。おぶねえ、急になくなるんだもん。オッケー、オッケー、取れる。なんかある、緑の悪魔だ。急げ急げ。あ、いや、これ自動的になってますね、横スクなんで。下は倒せないけど上は倒せますね。これ待たなきゃいけないんですね。バーン、やったね。5枚揃ったぞ。これはエクストラステージだな多分。やった、神がかったぞ。最強状態だ。スタープロペラートゲメット、ヨッシー乗った状態でさらに口の中にヨッシーっていう。神だこれは。初心者でも楽しめる優しいスピードラン。でもめちゃめちゃ長そう。1、2、3、ガリア。おめえ、投げるだな。ドア入って、あー、サンダージャンプだ。いくぜぬるりと。オッケー。あはは、今度は B 押してちゃダメなんだ。オッケー。で、上に上がり、上に上がり、かなちゃん踏み、うわー危ねえ。ドアに入り、ジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、ゴール。オッケー。思った以上に難しかったわ。三段ボム兵が難しかったわ。マリを押そうとしたが、金縛りになり、動けないテレサたち。うわぁ、死ぬじゃん。あ、動けない。ほんとだ。これ、なんでとどまってるんだろうね。別にさ、このレールに乗ってるわけじゃないじゃん。後ろに何があるととどまる？何かに乗ってんのかな？ KDK が作る実況者殺し 1% を目指す。お、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 これ、被ってないとダメだ。オッケー。オッケー、ゴール。赤放題じゃないからさ、難しいんですよね。三段ジャンプパウ投げ。行きましょう。奥村くん。こんにちは。三段ジャンプ。1、2、3ガリア。いいの？3ガリア。2、3ガリア。1、2。まずいんじゃねこれ。2、3ガリア。ギリギリ間に合う。で、これは右押しっぱで大丈夫なんじゃない？ 2、3ガリア。ドカン。中間あり。まだやらせるのね、三段ジャンプを。ここでようやく1、2、3ガリアパウになってきた。おお、全部倒せた、やった。これ上でもいいじゃん。俺思うんすよ、パウめっちゃ楽しいよね。パウ投げめっちゃ好きよ。これなんで全部死ぬんだろう。よいしょ。いやあ、危ねえ、上に当てないとダメだって。そっか、何か別のものに乗って、あ、そっか、下がちゃんと床だったら全部倒せるのか。
はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。